メールと始まります前にルールの改めてのご案内でございます。このルールは早急会グレート選手の、要望によりまして、グレート富士ガラスの勝負のグレート富士選手は入場はいたしますが、こちらステージ上で当初の3分間は動けない状態、ガラスの勝のみがリング上で3分間は戦う状態、こちらをグレート富士ガラスの勝負が受諾をいたしましたため、この条件でこの試合は行われます。Let's go show! Let's go show! Let's go show!
チャンスチャンス。ほら来いよ、ほら来いよ、ほら来いよ、ほら来いよ。
Thank you.
Yeah!
ちょっと待って、ちょっと待って、これが俺は最初の勝利を得る第2コントロール
約束を守ってくださったグレート夫人、もう感謝しかありません。彼は正式な総警隊のメンバーです。もうこんな虫嫌いもしないんで片付けちゃいましょう。さてよ、おい、自分の足で帰れないか。おい、おい、お前らが信じたカラスの城はこれだ。おい、さっさと乗ってかねえ。というわけで、我々早急会がリングに救う会長を排除し、待て、なんだ言いてもらうのか。おい、いいよ、もういいよ、下がろう。おい、やっと挑戦者決定戦でお前と差しでやった時の方がまだまともに見えたぞ。だったらどう、おめえはそのまともなところに戻してやるよ。そのベッド引っぺかしてよ。それによ、おめえみたいにさ、なんだこの後ろのでかいやつらに守ってもらわなきゃやれないやつと守る者がいる上に、ここでいます。もう一人、守る者が増えたんだよ。てめえとは背負う者が違うんだよ。俺の挑戦受けろよ。素晴らしい。あなたの勇気、それはでも勇気じゃない。無謀っていうんだよ。やめとけ。奥さん、新しく出てくる子供、恥かく。でも、まあせっかくこの小物がやりたいって言うんだったらやってあげようかな。優しいから。君にその無謀とも言える勇気があるなら、私のこの右手で握手という熱い約束を交わそうじゃないか。お前